よし、フュージョンの修行を始めぞ。地球人の諸君、たった今なかなかの情報が入ったよ。3匹の中の1匹、トランクスとかいうガキは西の都にあるカプセルコーポレーションとかいう家に住んでいるらしいよ。これから行ってみようかな。そこにいるといいんだけどね。早く出てきた方がいいよ。自分の住んでる町が消えちゃうから。くそ、家にはおじいちゃんとおばあちゃんがいるんだぞ。ソン君、今の聞いた？パパもママも殺されちゃうわ。それに西の都も破壊されちゃう。大丈夫だ、ドラゴンボールで生き切れる。違うの、研究所が吹っ飛ばされちゃったら置いてきたドラゴンレーダーもパーよ。あのレーダー、特殊な部品が使ってあるからそこいらじゃできないのよ。つまり二度とシェンロンは呼び出せないってわけ。え、困ったな。よし、トランクス、大急ぎで家に行ってレーダー持ってきてくれ。魔人ブーとバビディはオラが一時食い止めておく。大丈夫、おじさん、すぐにやられちゃうんじゃない？まあ少しぐらいはなんとかなるさ。それより急げ、奴ら西の都に着いちまうぞ。急いで奴らのところへ行かねえと。どれくらい時間稼ぎできるか。いざ。よう、貴様は。ちょっと忠告しに来た。いいか、おめえの探してる3人は近いうちに絶対現れる。約束する。だからそれまで待て。余計な破壊や弱い者いじめはもうやめろ。なんで待つんだ？何か企んでいるのかな？ああ、おめえらを倒す特訓をしてんだ。僕たちを倒すって？そりゃ千年特訓したって無駄だぞ。そんなのを待ってやるもんか。すぐにここに連れてくるんだ。だろうな、そう言うと思ったぜ。じゃあオラもちょびっとだけ抵抗させてもらおうかな。へへへ、面白い。お前の恐ろしさをはっきり見せてやれ。おい、魔人ブー、何やってるんだ。さあやってしまえ。わかったわかった。なんだおめえ、そんなに強いのにバビディの言いなりか。うるさい、余計なことを言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。
言うことを聞いて当たり前だろ。なんだ再び呪文で封じ込められたいか。俺を封じ込めたらお前あいつに殺されるぞ。こいつめ、いつの間にか余計な知恵をつけおって。でもあいつ倒してやる。良い子みたいで嫌いだもん。はあ、しょうがねえな。けっ、無駄だ無駄だ。ベジータだってそれをやっても無駄だったろ。じゃあスーパーサイヤ人を超えた。スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。何？これがスーパーサイヤ人の状態。そしてこれがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人2ってとこかな。くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そしてこれがさらにそれを超えた。スーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れていねえんだ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。そういうことだバカめ。あんなのあっさり片付けちゃえ魔人ブー。でも時間を稼がねえじゃん。さすがだな。驚いたか。おめえすっとぼけた顔してる。天才だ。お前弱っちゅうな。見てこい。まだ。おほとんどダメージなしか。ん？トランクスの木が早く動き出した。
ゴンレーダーを見つけて西の都を離れ始めたな。おい、なぜ戻る？お前と戦うの面白い。もっとやるぞ。そいつは光栄だが、オラには時間がねえんだ。悪い。逃げられると思うなよ。倒してしまえ、魔人ブー。いいか、バビディ、てめえの探してる3人は2日後に現れる。だからそれまで何にもしねえで待っててくれ。強いのか、そいつら。けっけっけっ、僕がそんな言葉に耳を貸すと思うのか。ちっ、惜しいな。せっかく魔人ブーには楽しい勝負になりそうなのによ。消えた。ほい、逃げちゃったじゃないか。お前がグズグズしてたからだぞ、ウスネロ。探してこい。バビディ様、俺いいこと思いついた。な、何？いいこと？喋れないだろ。俺を封じ込める呪文も言えない。お前からいろいろ覚えた。もうお前に用はない。ヤッホー。さて、強いやつやってくるまで退屈だから、地球人全滅して遊んでよーっと。バビディがいなくなって、魔人ブーは計算なしで破壊を楽しんでやがる。どうした、ソン？さっきのスーパーサイヤ人3ってのな、使うエネルギーが大きすぎて一気にヘトヘトになっちまう。オラに残された時間はあんまりねえ。それまでに何としてでもチビ二人にフュージョンを完成してもらうしかないな。希望の星はあの二人だけだ。持ってきました。これでしょ、ドラゴンレーダーって。よし、もうほんの少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやるよ。はい先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えるから、よーく見て覚えてくれ。まず二人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。ビュー。腕を反対にしながら二人が近づく。この時動かす足は3歩分だ。ジョン。手はグーに変える。やはり足の角度に気をつけろ。はっ。こうして2人の指を合わせるんだ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。どうしよう、かっこ悪いぞ。うん、
じゃあ次は分かりやすいようにピッコロと二人でやってみっから、よく見てろ。お、俺がか。こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。ふゆージャンプ。はっ。よし、さあやれ。ワンツーワンツー。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。わかった。ピクロ、あとは頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、孫君。父、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ絶対負けやしねえから。あの世でご飯にあったらよろしく言っといてやるさ。うん。あの、私、ご飯くんはまだ生きてると思うんです。そうだな、生きてるといいな。はい。ではここまでじゃ。行くぞ、悟空。なんだ、ごてん。うん、わかった。おめえ、父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早く言えばよかったのによ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。じゃあな、みんな、死んだらまた会おうな。あの野郎、演技でもねえこと言いやがって。よし、悟空、あとは自分で行けるじゃろ。お、サンキューばあちゃん。ご飯はもう天国に行ってんかな。ん？これはご飯。そうだ、ご飯の木だ。なんで？あれ？どこだ？よし。一体どこなんだ、ここは。いる。確かにご飯の気を感じっぞ。どこだ。地球ぞ。お父さん、なんでおめえその格好は。ありゃ、海王神様。それに死んじまったはずのなんとか女さんも。お父さんこそなんでここへ。ああ、
そうですか。魔人ブーはそんなに地球をめちゃくちゃに。それにしてもそいつがさっき話してた伝説の剣か、すんげえ切れ味なんだろうな。その Z ソードっちゅうの。そうだ、宇宙で一番硬いと言われる金属、カッチンコで試してみましょうよ。ははきっと豆腐みたいにスパスパ切れますよ、この Z ソードならね。いきますよ。イエーイ。ちゃった。そんなゼットソードが、さ最強の剣が。ああ、海王神様が勝てんで試してみろっちゅうから。だって手にしたものは世界一の力をも持つことができると。違いますよーだ。あれ？なんだ？あのじいちゃん。わしゃよ、おめえのよ、15代前のよ、海王神なんだな、これが。15代前の？海王神様。昔わしの恐ろしい能力にビビった強くて悪いやつにあの剣に封じ込められてたんだな。これが本当にそんなすげえ能力持ってそうなじいちゃんには見えねえよな。え、まあふーんだ。だったらもう能力のことは教えてやらないよーだ。え？冗談だってば。せーん、もう知らんもんね。そのうち本物の女のおっぱいや尻触らしてやっからさ、教えてくれよ。本当か？本当だな。あ、バッチリさ。やっぱ亀仙人のじっちゃんと同じタイプだ。そんでさ、その能力なら魔人ブーに勝てるんか？まあ絶対とは言えんがよ、いけると思うな。おーしごわん、おらもう下界にはいけねえからさ、おめえブルマンに事情言って頼んでくれ。え、僕がブルマさんにそんなこと頼むんですか？尻やおっぱい触らせるだけで宇宙救えるんだぜ。宇宙は救えても僕がブルマさんに殺されそうだ。そんでその能力ってのはどんな能力なんだ？わしゃよ、隠された力をよ、限界以上に引き出すことができるんだな。聞いたことあるか、こんな能力。なんだよ、割とよく聞く能力じゃねえか。何を言うか、限界以上なんだぞ、以上。おい、あの剣を抜いたのはそこのお前だったよな。ちょっと来い。よし、そこに立って、あんまり動いちゃいかんぞ。はい。では行くぞ。魔人ブーを倒してこい。ふん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 ふ
ンゴーゴー。
フーフフーン、イエイイエイ。それってどれぐらいかかんだ？儀式に5時間、パワーアップに20時間だ。え？おら、ちょっと昼寝してくるわ。頑張れよ、ごはん。そんな。修行を開始してから1日余りの時間が過ぎようとしていた。よし、いいぞ。もうほとんど完璧だ。ではそろそろできるか試してみてもよかろう。よし、二人の気をピタリ同じにしろ。いいぞ、始めろ。フュージョン、はぁ。世界崩壊のカウントダウン、魔人ブーの凶悪変化。なんちゅう木の嵐じゃ。いや、やりよったわい、成功じゃ。よっ、よし、ひとまずはうまくいったぞ。30分後にはいよいよスーパーサイヤ人で成功させるんだ。へっへっへ、俺を甘く見てないか。魔人ブーを倒すぐらいこのままで十分だぜ。貴様は魔人ブーの恐ろしさを何も分かっていない。まだその程度では絶対に勝てるわけがなかろう。高ビーなやつだけど大丈夫か。たった1日余りの魔人ブーの攻撃で、この地球の人々や町はなんとすでに8割ほどもが消滅させられてしまっていた。ブーは人々を粘土に変えて自らの家を作り、そこを拠点に次々と気ままに町を壊滅させていく。この間、地球側もただ黙って見ていたわけではなく、一応軍隊も何度か出動したのであるが、やはり全く歯が立たず、ことごとく壊滅に瀕し、今はもうすでに無駄と知り、向かっていく者すらいなくなってしまった。だが残された人々は完全に絶望しているわけではなかった。救世主がまだ生き残っていることを知っていたからである。あのセルをも圧倒した世界一、いや宇宙一の戦士。そう、不敗神話を誇る最強の戦士、ミスターサタンがついに動き始めたのである。あれが魔人ブーの家か。いるのかな、魔人ブー。いないのかな。いないぜ。おじけついたか、魔人ブー。
しょうがないな、いないんじゃな、戦えないもんな、帰るしかないか。カカ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 、ヤッホー、こんにちは。はじめまして。お前どんなお菓子になって食われたいか。いやちょっとお待ちください。私は家来になりに来たんですよ。お前俺の家来になりたいのか。それはもちろん。魔人ブー様に素敵なプレゼントがあるんですよ。ほら、高級チョコレートですよ。どうぞ。チョコか。高級ってなんだ。とっても値段がお高くて美味しいってことですよ。ドキドキ。食べたぞ、バカめ。そのチョコには猛毒がたっぷり入っているんだ。うまいな。え？人間のチョコよりうまいぞ。そうすか。お前面白いやつだな。家来にしてやる。え？どうもありがとうございます。いい気になるなよこのデブ。今に覚えてろ。ギッタギタにぶっ飛ばしてやるぜ。こうして魔人ブーのご機嫌を取りつつ、命を狙っては失敗を繰り返す魔人ブーとミスターサタンとの奇妙な生活が始まった。それから数日後。お帰りなさいませ。まだ食事を作っている途中でして。どうしたんですか、その犬。こいつビビらない、逃げないのだ。なんでか聞いても言葉がわからない。お前わかるか。言葉はわかりませんけど、そいつ足を怪我してるみたいじゃないですか。それで逃げないんですよ。なんだそうか。怪我を治してやるからビビって逃げろ。それ逃げろ。なんだこいつ、逃げない、怪我治ったのに。そいつ喜んでるんですよ、助けてもらったから。ブーさん気に入られちゃったんですよ。こいつ好きなのか、俺のこと。そうですよ、好き好き。お前と一緒だ。お前も俺が好き。そうです。ちょっと嬉しい。嬉しそうだな、こいつ。あの魔人ブー様、一つお聞きしてもいいですか。なんで人間を殺したり家を壊したりするんですか。そうやって遊ぶって言ってた、ビビディもバビディも。誰でしたっけそれ。俺を作った嫌な奴たち。そんな嫌な奴の言ったことを聞いちゃいけませんよ。ダメですよ。やっぱし殺したり壊したりしちゃ。お前はやっちゃいけないと思うか。まあ。じゃあやめた。もう誰も殺さないの。どこも壊さない。やったぞ。やっぱり俺は英雄だ。
ここは坊ちゃん、この辺りですよ。魔人ブーの家が。なんだ、びくついているのか。どうってことないって言ってるだろう。第一、強盗に殺人に散々暴れ回ってきた後だろうが。それはそうですが、相手は魔人ですし。いいか、世界中の人間がブーに殺されてるんだ。俺たちがやった殺しもブーがやったと思うさ。とっとと行くぞ。なんでヒーローのミスター・サタンが魔人ブーと一緒にいるんですかね。ふん、そんなの知ったことか。まとめてぶっ殺してやるさ。俺たちが新しいヒーローだぜ。サタン。クソ、ブーは外したか。信じられん。助かった。サンキュー。ギギギギ。え？どうかしたんですか？逃げろ。犬と遠くに死ぬぞ。え？死ぬ？どういうことですか？早くしろ。何なんだ。魔人ブーの強い怒りによって内に持っていた邪悪な部分が大きく膨れ上がり、もう一人の魔人ブーとなって飛び出した。つまり純粋悪の魔人ブーと無邪気な魔人ブーに分かれてしまったのである。元祖魔人ブーに勝ち目はなかった。分離した時、力の大半を悪の方に持っていかれたからである。ああ、チョコにしてやる。また変なのになった。どうなってるんだ。まだ覚えて。
フュージョンの修行が大詰めとなった中、ピッコロとデンデは魔人ブーたちのこれまでのやり取りを見守っていた。なんてことだ。おい、どうしたんだピッコロ。気づかんか、魔人ブーの気の変化に。え？奴は変化してしまったぞ。バカな地球人のせいで純粋な悪となり、体もより戦闘向きなものとなって。しまった。今度の魔人ブーは俺たちの木を見つけられるぞ。出せ。出せ。出せ。一体何を出せというのだ。俺と戦うやつ出せ。戦うと約束したぞ。ここにいるはずだ。大きなパワーここにあることを分かった。確かにここにいる。だが今は眠っているんだ。お前との戦いに備えてな。起こせ。俺待つの嫌い。くそ、いやもえん。ドラゴンボールで必ず生き返らせる。残った人間たちよ、すまんが時間稼ぎをさせてくれ。そうだ、お前は地球人を皆殺しにするって言ってたじゃないか。まだ地球上には随分生き残っているぞ。戦うのはその後でもいいじゃないか。囚人みんな殺した。さあ戦うぞ。戦うやつ出せ。わかった。だが今はその選手は寝ている。戦いの嫌だ。ミスターサタンの子供も待ってほしいと言っているぞ。え、サタンと匂い似ている。よし、待ってやる。でもちょっとだけだ。トランクスとゴテンを叩き起こして精神と時の部屋へ連れて行け。わずかな時間でもあそこなら数日分は修行できる。ああ。御殿たちが修行するためわずかな時間を何とか稼いでいたが、ついに魔人ブーはしびれを切らす。やむなくピッコロは御殿たちが密かに修行をしている精神と時の部屋にブーを連れていくのであった。ここだ。だらだら歩きやがって。なんとか時間を稼いだが、外の1分が中では6時間になる。1週間は修行できたはずだ。頼むぞ。じゃじゃ